そっか、今日からボンボヤージュも予約制になってんのか。45分間ご予約のお客様にお並びをいただいております。ボンボヤージュのお店の予約が9時45分間でお済みのお客様は、そして現在時刻が9時30分。今日はアーリーで9時開園が8時30分だったみたいで、約1時間遅刻してしまいました。はい、朝寝坊です。久しぶりにこうパークで朝寝坊したかも。目が覚めた時には7時40分だったかな、いや8時40分ぐらいだったから、もうやらかしちゃったなって朝悟っちゃいました。東京ディズニーリゾートよりお知らせいたします。ただいま東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーの入場券が販売。もう10時30分入園、待ってる方もいます。いってらっしゃい。それではスタンバイパス取っていきます。まずはここの星を押してスタンバイパス。開園して今1時間10分ぐらいですね。美女と野獣がもう夕方だ、17時、早い。開園して1時間10分ぐらいでもう美女と野獣夕方でした。ってことは俺ベイマックスもしかしたら取れないかもね。今はプーさんのハニーハントとベイマックスと美女と野獣だけですね。それではエントリー受付やっていきます。今日遅刻したからな、なんか当たらなそうな気がする。だけど当てたい、フォレストシアターを見たい。10時5分、結構ギリギリだ開園時間。当たるかな、フォレストシアター。開園ギリギリ10時5分まで受付、来い、当たってくれ当たって。あーダメだった。そんなにフォレストシアター甘くないか。まあこの前も見たしね、フォレストシアターは。じゃあクラブマウスビート行きましょう。クラブマウスビートも開園時間だけど、どうしよっかな、お昼にしよっかな。朝一って当たんないのかな、やっぱり。ちょっとクラブマウスビート、いや朝一ちょっとパークの様子も見たいからな。一番遅い時間にやっておきますって思ったら4時35分だから、あ、いいね、当たってくれ。クラブマウスビートが見たい、来い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 。あー、ショーパレダメだ、エントリー全滅ですね。今日この感じだと後でやった方が当たるんですけど、もう今日は予定全部組んでいきたいのでパパってやっていきます。ミニスタ、あ、グリーティングは取った。ミニーちゃん当たりました。やっぱショーが当たりづらいのかな。ミッキーがさ呪われるぐらい俺当たんないのよ。え、久しぶりにミッキー当たった多分。何これ、今日はショー見るなってこと。当たるときさバリバリ当たるよね。ちょっともう予定組みたいのでちょっとやっていきます。あと何エントリー、シアターオーリーズも、シアターオーリーズ遅い時間にしたらダメだね。こうエントリー当たっちゃうとさ時間を組むのが難しいよね。これは多分外れると思う、うん、枠が少ないもんね。ウッドチャック、朝一当たるかな、9時55分、ギリ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 当たる説、ほい、あ、当たった、やった。今日はグリ日和だ。今日はグリしろってことだ、すごい、レギュラーグリーティング全部当たってる。プラザパビリオンもなんだ、できますね。
リアも工事してる。それではいつもだったら朝一アトラクション乗るんですけど、ほぼほぼ混んでるので、今日はもうパーク一周やっていきます。いつも右側だけど今日も右側の方が混んでるよね。おそらく今日も右側から行きましょう。トゥモローランド側からパークを一周していきます。モンスターズインクも開園してだいたい1時間ぐらいなんですけど、行列外までできてます。朝一やっぱアトラクション固まるよね。何分待ちだこれ。モンスターズインク30分待ち、まあ、アトラクションの回転率はいいから進みは速そうに感じるな。でも急ラインかなりできてる。そしてお、スターツアーズが朝から開いてる。この前25日に来た時は12時運営だったんだけど、今日は人が入ってるからか朝から動いてますね。スターツアーズも20分待ち、行ってきます。そしてまたね、今日も月曜日に来てるんだけど、やっぱり月曜日振り替えなのかな。お子様がちょっと多いですね。11月さ、1日2日3日って毎年多いよね、小さいお子さん。楽しんできて素敵な一日よ。いってらっしゃい。こんにちは。モンスターズインクも混んでいて、朝の時間帯25分待ちです。トゥモローランドが信じられないくらい混んでる。もうスペースマウンテンもさ、ずっと行列ができてるもんね。スペースマウンテン回転率悪いからちょっと待ち時間出てそうだな。35分待ち。そしてトゥモローランドのソルトのフレーバーも列できてます。今日からね、モンスターズインクのポップコーンバケット販売なんだよね。長いな列。ベイマックスのハッピーライドはスタンバイパス制です。もうトゥモローランド人が多すぎて歩けないです。それではニューファンタジーランド入っていきます。フォレストシアター今日も見たかったな。外れちゃった、まあ、今日はショーね、外れちゃったけどグリーティングできるのでよしとします。そしてキャラメルのフレーバーを取り扱いの美女と野獣前のポップコーンワゴンも行列できてます。今日明らかに入園者数多いよね。美女と野獣すぐなくなるだろうな、この感じ。午前中だね、やっぱり。そして新エリアの奥がガストンのレストランとルーフーズのワゴンになってまして、ここがね、新しいキャラメルの去年出たフレーバーなんですけど、少し列ができています。あとはガストンのレストランは一応プライオリティなくてもテイクアウトかテラス席だったら予約なしで並べるんですけど、そこまで列できてないね今日。ガストンプライオリティなしでテイクアウトですぐ並べました。家族はされてはいないですか？特にプライオリティ取ってないです。はい、それではトゥーンタウン入っていくんですけど、ファンタジーランドがすごいことになってる。今日は本当にスタンバイパスすぐなくなるんだろうな。
グッドタイムカフェも行列ですね。この前も行列で来てたんだけど、グッドタイムカフェ相変わらず人気です。え、何これ、ガジェットのゴーコースター？すごい、ガジェットのゴーコースターが行列ができてる。はい、ガジェットのゴーコースター最後尾はこちらです。何分待ちですか？はい、だいたい今だいたい15分から20分といったところになります。ありがとうございます。ガジェットのゴーコースター15分待ちみたいです。ミッキーの家はエントリー制なんですけど、当たったのでまた来ます。今日からクリスマスのスーベニア販売です。かわいいリルリンリンのミニスナックケース、あとはミッキーカステラケーキも新しいフレーバー出ています。グッドタイムカフェは今日は運営時間短い。カートゥースピン20分待ち。それではここのトゥーンタウンのギャグファクトリーで売っているカプセルトイ見ていきます。プーさんのハニーハントも12時から今日スタンバイパスで、閉園までスタンバイパスになる予定なんですけど、今だったら12時からなので12時までは通常スタンバイで並ぶことができます。25分待ちで案内していました。それではファンタジーランド入っていきます。人が多い、すごいな人の量。キャッスルカルーセル15分待ち。そしてキャッスルカルーセルの横がフィルハーマジックなんですけど、フィルハーマジックも屋外までは列できてないね。空いてる。あ、ピノキオたちだ。こう意外とねパーク一周してるとキャラクターにも会えるんだよね、フリグリで。すごいなんか新しいフレーバーの香りする。おそらくここかな、キャッスルカルーセル横だと思う。空飛ぶダンボもにぎわっていて35分待ち。ピーターパンはそこまで列できてないね。ピーターパン何分待ちかな。ピーターパンは20分待ち。今多分時間帯的に空いてるだけで後から混みそうな予感。うわー、クリッターカントリー今から入っていくんですけど、スプラッシュが久しぶりに屋外というかエリア外まで、エリアの近く、ファンタジーランドとウエスタンランドのエリアの境界線近くまで列できてる。それではクリッターカントリー入っていきます。カヌー探検ももうこの時間から動いてる。あ、リバ鉄だ。
方に滝が流れている山が見えますか？あれが有名な左の方に滝が流れている。ビーバーブラザーズのカヌー探検5分待ち。結構さ、休止している場所、休止してるとか入れないエリア多いね。ちゃんだけの動画が欲しいんだけど大丈夫かな？ありがとう。はい、じゃあ行くよ。9月下旬からハングリーベアレストラン、ハングリーベアレストランじゃないとカントリーベアシアターだ、カントリーベアシアターの食器が販売になってます。